しました。秋月座長のエンタメトークの時間がやってまいりました。いつもはここには江口さんが座ってらっしゃるんですが、なんかどこかに逃走中らしいということでいやいやそんなことはないです。やむにやまれぬ事情で、今日はお休みということで代わりに私ことリサが、最初のご挨拶をさせていただきますということで、秋月座長ということでどうも秋月でございます。私もちょっと私事なんですけど、ちょっと体調壊してね、入院とかしてて、でも、うん、でもおかげさまで大変前より元気になって帰ってきました。でその結果、実はちょっと昨日カラオケ行きまして。もうですか。はい。で夜中の3時ぐらいまで、はい、ちょっと仲間でワイワイやってて、今日睡眠不足です。すいません。よろしくお願いします。カフェ良かったです。はい、回復なさい。はい、そして助手の、マダム美智子でございます。よろしくお願いいたします。大変重い助手でございますということで、まあ、この3人というか、まあ、メインはこちらのお二人ですけれどもね、今日も楽しいトークを聞かせていただきたいと思いますが、では早速座長、今日はどんなお話から入りましょうか。まあ、春ということで、そうですね、まあ、江口さんがね、はい、やっぱりもう30年ぐらいお付き合いなんですけど、やっぱりなかなかいろんなことなさってるんですね。脚本もしますし、それから芝居もずっと頑張って、劇団も頑張ってますし、それから地方の一生懸命ですね、じゃあ地元の発展のことをやったりとかですね、大変結構忙しい方なんで、次は休まないでくださいねという、まあでもね、今まで撮っていた映画が上映が決まりまして、そうですか。東京でももちろん北 どこだったかやるんですけど、うん、もういろんなところで上映が決まったので、まあ、その PR だとかで別に逃げてるわけでもない逃走中だと思います。逃走中かもしれませんけれども、まあいい意味のね、はい、あちこちに飛び回ってるってことで、柳川を舞台にした映画でしたっけ。そうひまわり畑っていう ね、そうなんです。まあそんなことなんですけど、会場ね、ちょっとお加減が悪い時期が終わりになったけど、その回復力の速さっていうのはやはり体を鍛えてらっしゃるから、普段よくわかんないですけど、マリ付きかなと思うんですけど、まあ、なんかお医者様もびっくりしてるくらい早かったので、うん、本当に良かったなと。ただ人間ってやっぱりいつ何があるかわからないので、でも準備もなかなかできないってことが多いと思うんですけど、でも心構えっていうのは必要なのかなと。だからやっぱり普段から心構えからお医者さんは選ばないと、随分違いがあります。まあ、これお医者様によっては怒る方もいらっしゃるかもしれないですけど、本当に選ばないと違いがあります。だからやっぱりいい情報、インターネットだけに惑わされない方がいいかもしれません。その病院で、治療の適用外であっても、他の病院であれば例えば機械が違ったりとか、設備が違うとか、なんでそういうかというと、どんな優秀な先生がおられても設備がきちんとしてなければ物事を果たせない。それから設備が最新鋭のものを作っていて素晴らしい先生がいても、体制がきちんとしてないとやっぱり思うような結果が出せない。まあそういう病院の話題になったこともあると思うんですが、やっぱりですから我々はしっかりとした情報、まあ、できたら本当は相談できるお医者様をね、やっぱり作られるといいと思います。町のお医者さん、医師会関係、町のお医者さんも医学会、病院関係のお医者さん、それぞれいい特徴があります。日本もドイツみたいに、町の、要するに、いつもの町でもって審査していて紹介状で病院に行く。日本は幸いに、そういう町のお医者さんの紹介状がなくても、日本の場合は一定の金額を払うとですね、総合というか最初にですね、どの会へ行けばいいかとか、そういうことを判断してくれるところがあって、診療を行って判断してくれて病院も行けますので、やっぱりいい病院を選ばれて、疑問に思ったらどんな有名なところであってもセカンドオピニオンをやられるといいと思います。そういうお話ではね、羽生結弦選手が、怪我をしましたよね。はい、であの時意見がいろいろ二分しましたよね。で私なんかはやはり
重要な選手だからこそ休ませるべきじゃないかって次のねまた試合が待ってる時に、うんはい、でまあ頭も打ったとか、まあ、いろいろ情報がこうあれした時に、まあ、結局どこの病院に行かれたか私もよく知らないけれど、まあ、試合に出て、うん、でこの間の、NHK 杯でしたかね何かそこでは、世界最高のものを出してたでも本当に怪我をし続けていくら若いとはいえねよほどそのさっきおっしゃるようにベテランのドクターがいてドクターの反対もあったかもしれないものを乗り越えるのは結局は当人の意思とかねやっぱりその周りを囲むスタッフのあれでしょうけど私はそこにやっぱりスポーツと怪我が多いのでスポーツと怪我と、うん、それとやはりその国別で戦う時の大変さそういうものをなんか一緒くたに考えるということがありましたけれど会長なんかはそういうなんていうんですかまあスポーツはスポーツそれで怪我はあの一般にもありますけれどもそういう方々たちのあれとそれと同時に若い人のね台頭がこれは希望を持って夢を持っていいのかなっていうふうに思ってますけれどいかがなもんでしょうか。あのまあいくつかをちょっと分けてお話しすると、あの怪我というのは最終的にはですね、あのお医者様が治してくれるものではないですね。自然治癒力を助けるもの。はい、実は手術は一見お医者様が治してくれているようにも思うんですけど、まあ、どうしても自分の自然治癒力で及ばないんだけども、その部分を取ることによって。あとは自然治癒力を使って治すという部分があります。それからスポーツをやっている方というのは、リスクとやっぱり、ベネフィットというか、まあその要するに見返りですね。それからだから例えばここの骨を取ってここにとかやっぱりいろんなことがあると思うんですけどもその見返りを自分の中でこうどう消化していくかってことだと思うんですよ。そこはだけどその見返りをここを犠牲にしてもこことか今、例えば今だったらそんないい成績が残せないかもしれないだけど自分は頑張ってみたいという時はその頑張ってみたいんだけどその代わり、治るのが1ヶ月延びるよというそのリスクと見返りとのですねそのバランスはやっぱり自分にしか判断できないんじゃないかなと思います ね、 そうですね一番やっぱり感動したのは試合に勝ったとかっていうことよりそういういろんなものをまあ20歳ぐらいのね10代から20代になる頃に乗り越えるっていうことでやっぱり我が子のようにちょっとなんとなく涙してしまいましたけど僕はお医者様にね望みたいことがあるのはやっぱりあの今もやってくださる先生が大変いっぱいいらっしゃるんで自分のプライドをかけて自分のやっぱり医師としての人生をかけてそこで無理しようとする人を絶対止めてしまう止めた結果その人がもうスポーツでは第一線から外れてしまうかもしれないそれでも止めなきゃならない時は止めるっていうそういうやっぱり自分のやっぱりあの人生に責任を持って生きてきた先生であれば相手の答えにですねそれでもやっぱり何が一番大切なのかってことを教えてくださる先生これは素晴らしい先生だと思います。よくあの昔あのボクシングだと結局当人がやるって言えばどこまでもねやってじゃないですか今はドクターストップでねもうこれ以上やったら目が潰れ、目が見えなくなっちゃうとか内臓破裂するとかっていうんで止めるっていう風になってまいりましたよね。まあだいぶ前からもそうなってますね。そうなんかあのだからロッキーみたいに死ぬまでやるっていうのは、まあ、あれはまあ、映画の世界ただね、どんなに完璧にドクターがついててもやはりあの事故というのは起こります。ボクシングだったら多分一発当たりどころが悪ければなくなってしまうということはあるでしょう。それから、まあ、あの意外とボクサーの人でもきちんと管理してですね今の時代はですね、血管が硬くなってないかとかプラークというか、まあ、そういうものがないかとか、まあ、ボクシングがあるということはまずないんですけども、はい、あのむしろ食料の減量しちゃったりしてるんで、ただ体がだんだんそういうのに慣れてきた時に過信はないかとか、やっぱりそういうところがとても大事だと思う。そういう意味では信頼できるトレーナー、信頼できるやっぱりあのスポーツドクター、とても大事だと思います。僕自身もあのこちら
ごめんなさい、右手ですね結構あちこち怪我してるもんですから右手をやっぱり亀裂した時にですねギブスをしてしまうと、それテーピングで、治すか、でも実はほとんどのギブスしかできないんです。たまたま、まあ、オリンピックとかそういうところを見ている先生はやったんでテーピングで直しました。その良さは何かというと、実は、テーピング直すと自分できちんと管理しなきゃいけない責任と危険もあるんですが、リハビリがいらないんですね。動かすから、はいはい、でまあ、僕はなんとか投げ釣りって知ってます？砂浜で基礎を釣るためなんです。見るだけですけど、実はあれの重りだけを投げる競技にちょっと出たことがあって、その前の日にちょっと船でトロリングやってて、まあ実は、ワラサが釣れた時にですね、ま、巻きながら周りの横の鉄にぶつけて怪我してしまったんですが、あくる日それを気がつかないで痛いんだけど我慢して大会があるだと思ってキャスティングの練習をずっとしてたら、もう切れちゃった、断裂しちゃった、多分関節の方が違って、ここからわーっとこう真っ赤にだんだん上がっていってね、これ慌ててね、それで島にいたんで島から船で行って、渡って行ったら、まあ、そこの先生がたまたまいい先生でテーピングで直してくれた。だからやっぱりその時のやっぱり自分で判断しなきゃいけない時は怪我はスポーツの選手はあるんじゃないですかね。僕はその時は間違えて悪い例ですけども、だから本当に自分じゃなきゃ、ね、お医者様でも分からないことってあると思います。まあ、こちらは宝塚でございますけど、階段で階段落ちがあったりとかね、いろいろあるっていうのも聞くし、それから踊りを踊ってて怪我をするとかっていう経験あるでしょ。まず階段から申し上げると、私大階段を、初舞台の舞台稽古で、上から多分3分の1、半分まではいかなかったと思いますけど、はい、上から落ちまして、初舞台で、そうですね、ももの横のところにこうあざができたんですけど、その程度済んだの？はい、踊っちゃったのその後も？あ、もちろんです。っていうか、その後の舞台でもそうなんですけど、結構さっきの羽生選手じゃないですけど、なんかそのステージが目の前にあったら、自分の痛みとかっていうのはもう二の次になっちゃって、とにかく何が起こっても舞台に出なきゃいけない。もう死ぬんならそこで死ぬぐらいの、それ迷惑なんですけど、結果的には迷惑なんですけど、でもなんかその時だけなんか違うものが出るというか、なんか痛みを感じないし、まずもうその次の瞬間死んじゃっても、とにかく今目の前のステージがあるなら出なきゃいけないみたいな。ひばりさんもそうだったものね。楽屋で寝ていても 100m を歩いたっていうね。やっぱり責任とか、それから自分の夢とかいろんなものが重なると、山で遭難して大腿骨折れてたのに痛み何も感じないとか、まあ脳の中でエンドルフィンとか、要するにモルヒネ状のものができて脳の中央伝導路を切断して痛みを感じなくなるとか、そういうことがあるんですね。でやっぱりそういう状態に多分交感神経が目いっぱい働いてなるんでしょうね。アドレナリンとかたくさん出てね、やっぱりだからそうすると興奮してる時はいいんですけど、後から冷めたり。ただし分かっているのは、3日4日立ってもそのアドレナリンの出ている状態が続いて、救助されたったに激痛が走る。そうですね。これは昔、何十年前ですか、25、6年前の実験で、猿の脳に電極を刺して、張りますって本当に効くのかということで、まあ現実にはお医者様がやってますから、まあ、針師の指導で。壺通り行くかどうかってことがあるもんですから、電気を入れて電気針ということになるんですけど、それをやると、なぜ猿を選んだかというと、言葉の暗示がない。暗示がないので、痛まないですよとか言われてもそれに影響されないですよねその中で脳の要するにこう痛み感じているところから、データを取ったら、実はその、針をやって電気を流すと、ていると、霧状のもので、ひっかいても痛みを感じないってことが起こるんですね。で脳もやはり脳波を取ってみると、もう例えば腕を切り落としちゃったぐらいのね、要するに、脳が勘違いをさせることがうまくツボに入ってできると、
あるいは壺がずれても電気針だったらその影響ができるようです。そうすると脳は勘違いしてやっぱり同じように、モルヒネ状のものをたくさん作って痛みを感じなくするって、これは科学的に証明されて、いるというのを、まあ、一部の学説、一部の実験でありますけども僕のちょっと読んだことがあります。それで、確かに、猿であれであれば当然人間であればそこに脳が勘違いすればそういうものが出て痛みが止まる。これは針麻酔とかよく針で歯抜いたとかって、まあ、これはあり得るんだなって理解しました。それからもう一つは、まあ、これはまだ学説とも言えない段階ではあるんですけども、やはり全身にですね、今のは部分的に針を打った場合です、ね、全身にくまなく打った場合はやはり怪我をした状態というのを判断して免疫力が上がる、異物が体に入ってきたという、もしかしたら脳ではなくて物理的な反応なのかもしれませんけども、免疫力が上がるということは、まあ、論理はちゃんと分かって、今の免疫力が、今の理由付けはあくまでも、想像なんですが、とにかく針を全身くまなく刺すと免疫力が上がるんだということが分かっているんですね。ですから、まあ、そういう意味で結構今まで信じてる信じないでもいいんじゃなくて、実際人間の体ってそういうのうまくできてるんだなってことを感じたことありますね。あとスポーツを見ていて、うん、国で別で考えていくと、まあ、アメリカとかロシアとか、まあ、そういうところが強いけれど、何でもかんでも取りに行こうという中国の凄さ、まあ、全てには勝てないけれど、そういうことが、まあ、国策というんですかね、スポーツの中でも、まあ、勝ちを取っていくっていう中国のあれを感じるんですが、それと政策とか政治とかっていうのに何か絡むっていうようなこと、今回はオリンピックもそうだと、今はもうオリンピックも政治が入ってしまってるんですが、政治とスポーツは分けたい、気持ちがいっぱいありますよね。で、ですが、まあ、ちょっといろんな国威のやっぱりこう上げるっていうのはあるんですけども、例えば小さい国がね、一人だけ優秀な選手、アジス・アベベさんみたいなね、裸足のアベベなんつって、マラソンの勝つ人いると国のあれが上がるとか、そういうのもあるんですけど、やっぱりそういうのを見ていると、やっぱり中国も今までね、先進国を追い越せ、追い越せっていう、追いつか追い越せと思って頑張ってして、そうするとやっぱりいろんなものを多分、我々がいろいろ国民、日本の国民の中で我慢してきた部分はあると思うんですが、その我慢してきた以上、それの覇権主というかね、我々が昔戦争で負けた時にやっぱり日本テレビが、日本プレス中継となって力道山が、まあね、外国では力道山なんて有名になって、体にチョップでもって、外国人ね、アメリカ人とか、まあ、主にアメリカの人を中心なんですが、大きい相手を倒していくと、まあ、それがやっぱり非常にこう国威が上がったんですね。ですから、あれは別に政策でやったわけでもなんないですけども、ね、やっぱりその国をね、なんて言うんでしょうね、やっぱり国民の気持ちが上がることは確かなんで、それを考えると例えばある程度統制された中では、まあ、北朝鮮もそうですけども、なんとかそういうところで自分たちのあれを上げたい、国民を自分たちのこんなすごい国になってったら納得させたいっていうところはあると思います。学校なんかもすごいですもんね、中国とか北朝鮮の。そうですね、手当なんかも、もともと共産党の国ですから、まあ、それだけを仕事と同じようにできるという環境の良さがあったんです。それを子どもの頃からずっとやってたんですね。で、実はアメリカでもセミミングスクールとかそんなのも子どもの頃からやってて、日本だけはずっと遅れてたんですね。で、僕も中学生の頃丸坊主でゴルフ場行ったらみんながくるくる見るような子供用のゴルフクラブがなくて女性用のを使ったりしながら練習してたことはあるんですけども、やっぱりそういう時代と今は違って子供の頃からもゴルフできるようになりましたね。日本もそれじゃいけないな、水泳でもスケートでもゴルフでも層が厚くなったってそういうことですね。だから、まあ、そういう体制がしっかりできてないと、例えばたまに天才的な天才キム・ヨナさんみたいな方が出てきて、でも後に続く人がなかなか出てきませんね。それが昔の日本だったと思うんですが、今日本もですね、
他の国なりにやっぱりそういう環境を、ただ国がやってることじゃなくて連盟だとかいろんな形でやってるですが、そういう形ができたということ、ね、だから子供は年の若い子がだん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 出てきたっていうのはすごくある。卓球もすごいし、結構そういうね、あの、うん、今回野球も、私あんまり野球は少ないけれど、すごい子が出てきた、17歳の結構子が出てきたとか、それがいいのか悪いのかちょっと分からないけど、いいことだと思いますよ。あの子供たちの教育にはあんまり親に叱られない、先生もバカにするような子が、そういう中で我慢するとか忍耐するとか、それがいいわけじゃないけれど、あの小さい時からだから、うん、もう多分歌舞伎の子、あの生まれたら歌舞伎やるんだと思って育ってくるとか、まあ、そんなことにならない子もなる子もいるんでしょうけど、なる人はほとんどなんでしょう。やっぱり小さい時からそういう厳しい、ね、なんですよ、向上心が生まれるような中とか、厳しい、こう教えられている中で育ってくると、そういう伸びることができるのかなと。だからそういう部分が日本は、ちょっと僕はゆとり教育の方には申し訳ないんだけども、用意どんと競争して、1位2位3位なんて不公平だ。そしたらそれはね、子供の努力、一生懸命やった努力は何なの。そうですよ、親が猫、ね、海外するだけでみんな潰してしまいましたよね。 その辺がまあちょっと大きく間違った、教育レベルでも日本はそういう意味では高かったんですけど、そういう意味がないから、まあ、これは反対される方がいるかもしれないんですけども、僕は子供っていうのは教えないと何をするか分からない、とても天使だけど天真爛漫な残酷な存在だと思ってます。そうです、かなり残酷です。僕はですね、まあ中学から、まあ、高校も、まあ、大体中学の頃にですね、まあ、鳥の研究してまして、自宅で葉っぱぐらい買ってましたし、それで、まあ、家系図を作って、どれとどれをかけたら、まあ、セキセンコとか、ね、いろんなの買ったんですね。例えば文鳥と十四松は、メスが十四松だったら子供が生まれるんですね、今月のとか、とか、あるいは、まあ、例えば赤線鏡は当時黄緑系とそれから白青系、ハルクインとか分かれてて、で、そこに波とかいて、で遺伝子の難しさだったら、色の濃いもの濃いもの濃いものを掛け合わせていくとどんどん濃くなるんじゃなくて、突然遺伝子の分離というのが起こって色が薄くなるんです。そうすると波の元のを1台入れると元になるんです。だけど種で固定していると、なんで葉っぱも買ったかというと、それとも少なかったんですけども、品種交配すると遺伝子同士で悪いところが出てきて、指のない子とか出てしちゃうことがあるわけです。でやっぱりそれを、でもその子でも頑張って繁殖させてやると、次の世代には劣性遺伝子とか出ない、で何代かまでで出ないようにしようとかって、そういうのもやってたんですね。すごい怖い研究。それで、その時に僕は、まあ、かなり小学生の頃、3年生ぐらいかな、親戚の子に欲しいって言われて、その時に、まあ、キレだったんで、まあ、夫婦であげたんですが、この子は、こういうわけで指がないんだよって。でもとてもこの親とこの組み合わせはいい子供が生まれるんだよってあげて、まあ、もう楽しみにして帰ってくれて、しばらく経ったら、これいらないって言って持って帰ってきたのね。はい、もうなんで言ったら、子供に綺麗なの生まれたからもういらないんだ。なるほど、ね、これを見て、あ、子供ってこんなもんなのかと、あんなに可愛がってたのに、残酷って、いや、やっぱりもっと愛とか、いろんなものはやっぱり自然に備わっているんだけども、うん、親が伸ばしてやらなきゃいけないんだな、うん、それからやっぱり余計感じたのは、小さければ小さい時ほどそういう言葉が通じなったり、その言ってわからないと思うんです。善悪わからないですからね。それは傷が今子供に思いっきり叩いて怪我させてしまうお母さんとんでもないんだけども、うん、本当にね、やっぱりちょっと害のないところを叩いてでもしつけを教えてあげる。その代わりちょっと大きくなったらもう絶対に叩いちゃいけない。話せば分かる年なのに、でどうもそのいろんな今のいろいろお母さん方見てると、小さい時は猫っかがりで何でも許してあげて、何でも勝手に何でも許して、
大きくなってきてこんなはずじゃなかったって急にぶち始めるんです、うん、これはね、もうあの大きくなってからそういうことをやるってことは、うん、逆にその子どもの心を傷つけるだけ、うん、それから、うん、治りませんよね。なんでお母さん今まで許してきてくれてたものを怒るのかってなる、うん、叱るのかってなると相反するね、感情が生まれちゃう、ね、もう癖がついちゃってるわけですよね、だからやっぱりそういう点はもうあの小さい時は厳しく、大きくなったら、あの勉強と同じですね。大体あの僕もあの、まあ、あの学習塾を子供小さい頃から落ちこぼれ塾みたいなものをやってたんですけども、小学校のやってたとか、まあ、今もありますけども、7校ぐらいあって、まあ、友人が引き継いでやってるんですけども、小学校のですね、3年生ぐらいまでに嫌でも何でも勉強させるんです。帰れないよ、終わるまでは。そうすると大体3年生までやった子はあの歯磨きと同じ習慣になるので、ほっといてもやります。だけど4年生までに習慣できなかったことは5年生過ぎていくらやらしても飽きちゃうんですね。どんないいお話します、やる気になります、あくりひもをどっかへ飛んでるんですよ。だから、あ、勉強も習慣なんだな。じゃあ本当そうです、ね、もう5年生ぐらいで怒るってダメなんだよね。じゃあ怒るのはいつか、小学校の3年生とか、まあ、遅くても4年生までに怒って、全部親が自分の責任で、自分が 100% 持って自分の愛情で怒ってあげて、しつけをしっかりする。だから勉強は習慣をつけてあげる、やっていいこと悪いことを教えてくれる、愛情は伸ばしてあげる、まあ、そういうことをやってやって、初めて一人前の大人、あの子供になっていって大人になって、少年になって青年になっていくんだなっていうのは、これは僕のあくまでもその、教育もしましたし、いろんな経験の中の一環で感じたことですね。それと一番大事なことは公平に扱うことです。ただしこの公平というのはマダムとね、例えば全く同じに扱われたら困るでしょ、違いますよね。だから受け手が違いますから、公平に扱うっていうのは、私公平に扱ってますからって自己満足の公平ではなくて、一人一人違う扱いをして、相手はそれぞれが公平に扱われたなって感じなきゃいけない。例えばほっといていい子供にはほっといていいんですよ。たまに声かければ1時間に、あるいは5分15分に1回声かけてあげれば、でもそこそこ声かけてあげなきゃいけない子には10分に1回声かける、で普通の子には15分に1回、でも年が年中声をかけてあげない子は1時間に7回も8回も声を上げかけてあげる。でもじゃあ子供たちは、じゃあほっとかれたいってタイプの子がこっちに7回も声、1回声をかけて7回声をかけて、不公平だと思わないんですね。公平に扱われたと思うんですね。これは皆さんが子供の場合、特にこれを間違えちゃいけないと思います。これは僕の、その子供とね、もう本当に小さい小学校の1年生、まあ、その前の方から勉強を教えている現場に関わって感じたことです。でもそれって実はあのビジネスにおいての人材育成にもそのまま当てはまるんじゃないでしょうか。あ、これそういう意味では全て、ね、そのこう人を公平に、僕は公平に扱ってます。扱わなきゃいけないし、能力を伸ばさなきゃいけない。そうです、どちら側から見て公平か、ね、自分は公平なん、あの扱ってるんだよっていうのはもう自己満足しかないんで、こんなの公平でも何でもありません、ね、あの例えばどっかのレストランで、あ、いらっしゃいませ何々様っていうふうに、もう誰でも同じように挨拶してる、今日来た人でもね、今日しか来ない人でも、毎日来てくれる人でも同じ、これ公平じゃないですよね。いらっしゃいませなんとかようこそじゃなくて、あ、どうも今日もありがとうございますいらっしゃいませっていうのと、だから初めて来た人にいらっしゃいませ、ね、あの例えばね、いらっしゃいませ A 店へようこそ、これそれぞれが不公平に扱われたって感じませんよ、ね、これが公平なんですよ、うん、これをね皆さん、あ、ちょっとよくあの感じて考えて、人生の立ちにはなると思うんで、やっていただきたいなって、そういう感じがしますね。親も大変ではございますけれども ね、その親にも感情もあるし、いろいろあるけれども、やはりその公平にすることによって、自分はお姉ちゃんよりバカにされてないとか、お母さんに愛してくれてないんじゃないとかっていうのは、いくつもの映画やドラマのねテーマになってますでしょ。だって小さい生まれたばかりの赤ちゃんが、
自分がいつも抱かれてるとか自分が声かけられてるってのは覚えてないですから、お姉さんの方に多く声、手はかけても声はお姉さんの方に多くかけてあげても、これあの不公平にならないでしょ。だからこの親子の、ね、人間関係こそが関係性の中、人間の関係の中で一番実は難しい。ビジネスだったらね、切って捨てちゃってるってこともできるけど、親子って切れないもん ね。恋人だって別れることできるし、結婚だってね離婚できますけど、それこそ親子の関係がこれからの時代はまだね日本の一つのテーマになっていくんじゃないでしょうかね。親子は確かにずっとですよね。そうなんですよ、まあ、本当に、まあ、一つ言っておくと、気軽に、例えば養子にする場合ありますけども、養子は離婚はできませんよね。ですからそういう点もね、よく海外の人養子してしまったと、だけど別にないと簡単にはいけませんね。だから、まあ、日本にいるためにとかね、そういうので頼まれて気楽にやるものではないと思いますから、まあ、これは法律をやっぱりいろいろもっと勉強して、なぜ言うかっていうと、日本に子供を増やしたいんです、うん、そのためには国際結婚を増やさなきゃいけないと思います。だからちょっとそれは今頭によぎりました。まあ今日は取り留めはなかったんですけどね。でも、いやいや、大事なお話で、怪我から、ね、はいはい、国の国威発揚から、はい、そして日本の教育はどうなるかと、子供や人材を育てるっていうことではね、もう耳の穴かっぽじて聞いていただきたい方がいっぱいいましたけれども、まあ、国を育てるのはまず子供を育てることからだと思いますので、いいお話だったと思います。ちょうどお時間となりました。また次回お会いするのを楽しみに、本日はお別れいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。